なんか後で分かったんですけど、自殺棒ってありますけど、第一毒物って、はい、天井にあのカメラマイクついて、で窓が鉄板なんですよね、穴開いた、はあ、そこにずっと走って、自分ずっと見られてるかしら全然知らなくて、だからその後で千葉行った気がするんですけど、で今どうか分かんないですけど、当時はその極小組合ってのがありまして、で弁当箱の金のがありまして、裏にそのオルクしてくるんですよね、うん、こう掘って極小組合して、やっぱ当時のほうがあれば左が極小組合だったんで、まあ、入ってくるはそのなんだけど、関軍見たら関軍にほらダッシュされた潜水パイが千葉県で決起したんですよ。幹部上させて、うん、それで普通だったら伏せられちゃうんだけど、それはあの直後に出たたまたま野村さんがまっすぐリングしてそのもん狙って、私は右足にしてたんだけど、右足にしてもできないから、その道に関軍県が足にして、それでまあ中であれだけやる根性あったら世界でも通じると、それであの関軍から使わせたんでね、行ったんですよね。だから投稿のもうね、言うと、うん、まあ、天国だったなという。ああ、そうですか。いや、そうね、入る前は一応ってほとんど地下に生活だったんで、だからもう飯食えなくて、食は、いろんな右翼の機関紙作りとか、まあ、文書くの時は早かったんですね。1日50万ぐらいも書き分けて書いちゃうんで、それとかあの、なんですかね、あの、丸煮付けとか、例えば今あの、けども、はい、拘置所と刑務所だとやっぱ拘置所の方が全然楽なんですか？いや、楽どころかもう100万円と違いますよ。そうですか。だからあの、僕はすごいその印象に残ってるのは、地裁の地下ってありまして、地裁の地下っていうのその、雑居で、6人ぐらい待ってるわけです、裁判。で、判決待ってくる人もいるわけですよ。うん、でそこのところでその判決3年もらったっていう、すごいヤクザの親分がいて、うん、親分がね、もう号泣してるの泣いてるの、3年で、実刑で。で、俺、交渉は天狗だったから、まあ、10年楽勝だと思ってたんですけど、うん、もう15年ぐらいいいやと思って。ところがその、ヤクザが 3年で泣いてるから、ダメだ、やっぱり思想性のないのはダメだなと思ってたというぐらい。ところが、その時、交渉の時はやっぱり選挙区があったんですよ。不在投票持ってくるわけちゃんと。いやあの、だね、やっぱ人間となって市民なんですよ、人間ね、うん、まだ日本国憲法の中にいるわけです、うん、ところが赤内っていうその執行が下ると選挙権がなくなるんですね。で憲法は全部がその留保されちゃうわけ、自由が、うん、っていうのは憲法以上によく見ると、うん、まず一つにはその国民はあらゆるその区域的強制の、強制的な区域を課されないと、奴隷的扱いされないと、うん、ただし、犯罪者が動くと、好き勝手にしたんですよ、戦いで。というか、日本はひどいんですよ、今だって、囚人、今10万人いるわけですよ、10万人の奴隷制の上に今、日本の平和になっちゃうと、俺、なんでみんな知らないんだという。いや、本当に奴隷ですね。なんかそれでね、聞いたところによるとね、はい、まあそういうふうにあの前提ではまあ刑務だと思うんだけど、はい、労働をしてないから拘置所の場合飯がまずくて、刑務所の方がむしろうまいとか、刑務所の方があの雑居房の場合だったら楽なぐらいだとかなんか言ってましたよ。いや、でも別に、全部そのこの間明らかに意図的にその花輪あるじゃないですか、漫画家とか人たちが最初は反対してたのもっと関心が多いんで、みんな言を返してその刑務所はいいとかと、うん、かなりその名古屋刑見ろっつうんだね、俺が全部出してるのかでしょいや俺以上だったですね、だって肛門に消防ホース突っ込んでそれでジェット水流で超張り立ったんだからこれはまあオシビツでもやらなかったっていう残酷ね、うん、だからあの公所ではね、あのなんでそういうふうにいいかっていうと、すでにその法律的なものは大きいんだけど、まず接見拘束の自由があるんですね、うん、これ厳しくなってるんですけど今、うん、要するにその肉親だけではなくて、あの刑期下ったらあの自分の肉親6親等に原則月1回7万円しか出せないわけ、うん、ところが公所の方は、
まあ今ちょっと厳しかったですけど、毎日その誰でも出せるわけですよ、友達でもいいの、面会もそうですね、お菓子も食べられるし、いろんな時間本も入るし、ちょっとなんでかと、まだ刑が決まってないってことは推定無罪なわけです、だからもう戦えば、語学の監視ともう彼らも未決が、どっちもまだ市民であれ人間なわけです。だ文句やる筋じゃないですよね。ああ、なるほど。だ多少じゃないですか。うん、でいつもその枕折り高いのに、ダメなんで、枕の先生座布団引いて、寝るとき、目のところになんだっけ、タオルやりして、これいつも寝てたんですよね、未決のとき。だーんと、全然文句言われないわけですよ。で、赤落ちして次の日に、同じことやってたら、バーッて言うからね。そしてね、お前、なんで騙せなきゃいけんっつって、これもう、限定なくなるんですよ。なんだっけ、不正使用、目的は使用っていう一切言えないわけ。例えば、その便箋にちょっとメモしたり、それで懲罰ですよ。じゃあ、雑居だから、みんなと話せていいとか、飯が刑務所の方が入ってるからいいとかっていうことは、三沢さんの場合はなかったんですか？いや、僕だけじゃなくて、本当にそれは絶対だに長く住んだ医者に言えば。ああ、そうですか。でも、いや、女性主義だってはっきり書いてるんですよね。刑務所で一番辛いのは何かと。一人になれないことです。そうですか。例えば今、そのテレビ入ってからいいとか言うわけで、テレビってのは専門でして、要するに無能化政策。例えば、特にひどいのは、雑居の場合にね、テレビするのが無理やり見せられるわけですよ。勉強ができないわけですよ、自由時間に。そのテレビを消してくれてたっていうふうになるのは、その6人なりが、その確か全員近く半数が消してほしいっていうふうに言わない限りは、そのでかいスケッチじゃないわけ。そこに入れたら勉強が全くできないんです。そういうふうにね、そういうその、まあでも入ってる人間たちはみんなほら本なんか読まないし勉強しないし、テレビ見てりゃいいっていうのが、じゃあ人によってちょっと違う、それぞれっていうところもあると。いや、違う、要するにその思想犯とかみたいな、誰とか考えるやつにはもうどんどん厳しくなんでもさせない。